皆さんこんにちは。マインドキングの超知識へようこそ。このシリーズでは仕事や勉強に役立つ情報を発信していきます。今回は1日3分でぐーんと目が良くなる方法について解説していきます。今これを見ているあなたは目に何か悩みを抱えてますか？年を取ったせいか老眼鏡が手放せない、読書や勉強のしすぎで近視に、スマホを使いすぎてスマホ老眼に、最近目の疲れを感じると思っている人も多いと思います。書店に行くと写真を見るだけで目が良くなるや、交差法で視力回復、食べ物で目が良くなるといった類の本が並んでいたり、 YouTube 上にも眼球トレーニングと題して動画がたくさんアップされています。でもこれらって正直、できない、めんどくさい、本当に効果あるのって思いませんか？実は私もパソコン仕事をするようになってから視力がだいぶ落ちてきたんですが、眼球トレーニングは面倒だし、交差法で見るのは難しいし、写真だけって本当に効果あるの？綺麗な写真だけじゃんと感じていたんですよね。それにもしあなたが実際にこれらの方法を試されたとしたら、結果、目は良くなりましたか？私は投げ出したのも理由の一つかもしれませんが、全く効果がありませんでした。レーシックまで考えましたが、目にメスを入れるのは怖すぎて手が出せず。しかし、もし1日3分ゲーム感覚であることをするだけでぐーんと目が良くなるとしたらどうしますか？そんな方法ないでしょと思うかもしれませんが、実は科学的にちゃんと解明された方法が唯一あるんです。今回はその視力回復法について詳しく解説していきます。ちなみに新企画のお知らせもあるよ。1日3分やるだけで目が良くなる方法、それはガボールパッチという縞模様を使った視力回復法です。ガボールパッチはこのようなぼやっとした縞模様なんですが、ガボール変換という数学的な処理をすることでこの模様が生まれます。ちなみにガボールパッチはデニス・ガボール博士が開発したもので、この方は1971年にノーベル物理学賞を受賞しているめちゃくちゃすごい方です。まずはガボールパッチを使った視力回復法がどれぐらいすごいのか、実際に行われた研究とその結果についてご紹介します。まずはカリフォルニア大学の研究。この実験ではカリフォルニア大学の生徒16名と65歳以上16名の計32名に1週間ガボールパッチを使った視力回復法を実施してもらいました。すると32名中32名全員の近視、老眼の視力改善という結果になりました。その他にもカンザス大学で行われた研究では、近視の平均視力が 0.2 向上、老眼の平均視力が 0.3 向上という結果に。さらに119人を対象にした研究では、平均年齢が49歳と高めですが、視力改善だけでなく読書スピードも増加したという結果になりました。この読書スピードの増加率がすごくて、老眼がない人は 26% アップ、早期老眼の人は 43% アップ、進んだ老眼の人は 81% アップと、全体で 50% も読書スピードが増加したんです。少ない人数を対象だと信憑性が低いですが、119人の結果となるとかなり信憑性が高いですよね。どうですか？ガボールパッチの凄さ分かってもらえましたか？ではなぜガボールパッチで視力が良くなるのでしょうか？それはガボールパッチで脳が鍛えられ見る力が向上するからです。私たちは日常でいちいち意識したことはないと思いますが、実は人間は物を認識するときに
目と脳を使っています。カメラに置き換えると分かりやすいですが、目イコールカメラのレンズ、脳イコールカメラ本体という感じです。このように例えてもカメラの仕組みを知っていないと分かりにくいですよね。では人間が目だけで物を見ていない簡単な実験をしてみましょう。それでは最初にこの文章を見てください。どうですか？読めましたか？もしスラスラ読めちゃった方は単語単語で見てみてください。順番バラバラですよね。このように目だけで処理していれば読めない文や単語でも脳で処理することで読めるようになります。もう一つやってみましょう。まず今見ているスマホを正面真ん中に持ってください。そして左目を隠して右目だけ開きます。右目で画像の左に書かれたハートマークに注目してみてください。最後にスマホに顔を近づけたり遠ざけたりしてみてください。するとクローバーが消えてしまう瞬間があると思います。これが盲点と言われるものですが、マークが消えている状態で左目を開けてみてください。どうですか？両方のマークが見えるようになりましたか？この現象も脳を使っていて、盲点が見えないと困るので脳であたかも見えているように処理しているんです。今は実際に体験してもらうために極端な実験をしましたが、日常生活の中でもかすれた文字を見るときなども脳が処理し、くっきりした状態で補正しようとします。人間は物を見るときに脳を使う、実感できたでしょうか？ガボールパッチはこの脳を見る力を鍛える視力回復方法なんです。では実際にガボールパッチを使った視力回復法を解説していきますが、ここで新企画のお知らせ。私のチャンネルでは効果を実感できる音を目指してというサブタイトルをつけていますが、ガボールパッチを用いた動画を公開します。その名も超視力回復シリーズ。このチャンネルの動画を愛用してくれている多くの方は勉強や在宅ワークで使われている方が多いと思います。目を酷使している方が多いと思うので、きっと役に立つと思い、音ではないんですが動画を公開しようと思います。すでにこの動画公開とともにデイ1が公開されています。日々新しいものを公開していきますので、ぜひ活用していただけると嬉しいです。各動画でもやり方は簡単に解説しますが、ここで超視力回復シリーズの動画の使い方について、そしてガボールパッチについて聞かれそうな Q&A について解説していきます。超視力回復シリーズの使い方、やり方。まず最初に超視力回復シリーズでは Day 1、2、3と動画が公開されていきます。日々模様の位置が変わったり難易度が変わったりします。同じ動画を何度見ても大丈夫なので、目安程度にお考えください。また動画編集が追いつかずアップロードできないということも考えられますので、その時は最新の日付のものを繰り返し見るようにしてください。動画編集の方は頑張ります。さてここからが日々の進め方です。ここからはサンプルを使って解説していきますね。1、好きな位置のガボール模様を選んでください。スタート位置、次の位置などの決まりはありません。ご自身で好きな模様を選んでください。2、選んだガボール模様と同じ模様を全部探してください。あえて1枚に含まれている同じ模様の数は教えません。2個以上というのは確実ですが、2個か3個か、いやいや4個あるかもしれないです。3、全部見つけ終わったら別のガボール模様を選び、同じことを繰り返していきます。人によっては
全部見つけ終わってしまうかもしれませんが、そういった場合、また同じ位置でもいいので、好きな模様を選んで探してみてください。注意点とポイントです。1枚の画像は5分で切り替わりますが、それまでに全部見つかっていなくても大丈夫なので、巻き戻さず次の画像でまた1から3の流れを行うようにしてください。場所を覚えてしまっていたとしても問題ないので、同じ模様で何度もチャレンジしてみてください。超視力回復シリーズは眼科治療が必要ない人が対象です。もし動画を視聴中に不調を感じたりしたら、視聴を中断してください。超視力回復シリーズは医療目的として作られてはいません。論文をもとに作成していますが、効果には個人差があり、また効果を保証するものではありませんので、ご了承ください。ここからはよくある質問です。9.1 1日何回何分見ればいいですか？ A 1回で3分から10分を目安に視聴してください。また目に疲れがなければ何度見ていただいても大丈夫です。 9.2 何日ぐらい続ければいいですか？ A すぐに効果を実感できるわけではないので、最低でも2週間以上、できれば1ヶ月程度視聴を続けてください。 9.3 毎日絶対見ないとダメですか？ A 基本的には毎日1回を習慣づけてほしいですが、忙しい方、忘れてしまった方は週3回程度でも大丈夫です。 9.4 年齢に制限はありますか？ A 全年齢対象です。ある書籍では認知症予防にも効果があったり、記憶力や集中力の向上にも効果が期待できると解説されているので、学生の方は親御さんと一緒に、また親御さんはお子さんと一緒に視聴してもいいと思います。寝る前に家族みんなでガボールパッチゲームというのもだんだんできていいかもしれませんね。 9.5 場所を覚えてしまったんですが効果はありますか？ A ガボールパッチでの視力回復はあくまでガボールパッチを見ることで鍛えられます。つまり同じ模様を絶対探し出すというよりは、眺めて脳を刺激することが重要なので、場所を覚えてしまっても全く問題ありません。 9.6 メガネやコンタクトは外した方がいい？ A つけたままで大丈夫です。 9.7 効果をより実感するには？ A 脳の処理能力を上げるためのものなので、こんなの効かないと思っている方は効果を実感しにくいです。少しの変化にも楽しんで続けることでより実感できると思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。すでにデイ1は公開されていますので、ぜひ見てみてください。またこの動画が少しでも役に立ったら、高評価、そしてチャンネル登録してくれると嬉しいです。それでは今日も頑張っていきましょう。またねー。